はい、こんにちは。こんにちは。はい、お久しぶりの菅谷さんです。今日は、飯盛のイベントで、菅谷連ということで、はい、はい、来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大体3ヶ月に1回ぐらいですかね。どういった内容でやられてるんでしたっけ、はい、基本的にロードランニングだとか、あとトレイルランニングとかの、はい練習に役立つという感じだと思うんですけども、はい、走る練習ではなくて、はい、走るための体の、そうですね、もう皆さん普段から走る練習っていうのはされているので、その前の段階のアドバイスという形で、特にこの時期寒いじゃないですか。だいたいこう皆さんウォーミングアップで走る時の筋肉っていうのは皮膚に近い筋肉しかほぐせてなかったりとかする。で、今日は骨に近い筋肉のほぐし方をすることで、よりこう、体の全身の筋肉を温めるような、故障しにくいような練習の、ウォーミングアップの仕方と、あとは普段使えない筋肉をつけられるようになって、効率のいい体の動かし方っていうのを、こう、アドバイスさせてもらいました。なるほど。今日は季節柄ちょっと冬ということもあって、まあそういう練習をしたのと、はい、じゃあまた季節とかによっても変えていく感じですかね。そうですね。季節に合わせたその内容に。どっちかっていうと、その、ウォーミングアップだとか、まあ整理体操だとか、はい、あとはもちろん走る時の、まあ筋肉の使い方の気を使い方と。いう感じですね。はい、あとですね、普段皆さんが苦手な体幹トレーニングを。体幹トレーニング。ちょっとやりました。特に、まあ、ロードランニングもそうですけども、はい、特にトレイルランニングでは体幹がやっぱり必要だと。そうですね。いうことで、菅谷さんはそこも練習させるということですね。わかりました。来年以降も実施するということで、その内容についてはまたちょっと Facebook だとか、インスタだとか、ホームページで、まあ、こちらの方でお知らせしていこうと思いますんで。はい。12月ということもありますんで、菅谷さん、今年1年どうでしたか？いやおかげさまで、本当にいろんなところからお声をいただいての、全国各地を回れたので、本当に充実した1年でした。レースも徐々に、開催されるようになって、はい、どんなレース今年出られました？千葉県のと茨城県の方の、まあ短いレースだけども、まあおかげさまで表彰台とかも割れるような結果も残せたので、はい。わかりました。はい。来年の抱負あれば。来年ですか？飯盛店で今までトレランのイベントが多かったんですけども、ちょっとロードの方も、やってきたなと、思いますんで。わかりました。そこは、ガッツ大塚がいろいろとプランさせていただこうと思いますんで、はい。来年、なんか、このレースっていうのを決められてます？なんかあれば。そうですね。まだ、決めてないところもあるので、一応、2月と3月に、砂浜から山を走るレースってのがあるんですよ。関東の方で？はい。それが2月の、ちょっと、それに向けて今、頑張ってます。わかりました。じゃあ、それも、私たち楽しみにしておりますので、はい、今年もどうもありがとうございました。来年も、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。